聖書一日一章の時間となりました今日はこの聖書の新約聖書の人の働きの実書となりますでは早速人の働きの実書を見ていきます <laughs>、えー、人のの働きの実証 <laughs> さてカイザリアにコルネリオという人がいてイタリア隊という部隊の百人隊長であった 彼は敬虔な人で、えー、全家族とともに神を恐れかしこみ、えー、ユダヤの人々に多くの施しをなし、いつも神に祈りをしていたが、ある日の午後3時ごろ、幻の中ではっきりと神の見遣いを見た。見遣いは彼のところに来て、コルネリオと呼んだ。えー、彼は見遣いを見つめていると。 恐ろしくなって死を何でしょうと答えた。すると見つかいはこう言った。あなたの祈りと施しは神の前に立ち上って覚えられています。さあ今、よっぱに人をやって指紋という人を招きなさい。彼の名はペテロとも呼ばれています。この人は川なめしの指紋という人の家に泊まっていますが、その家は海辺にあります。 ミスカイが彼にこう語って立ち去るとコル,コルネリオはその下部たちの中の二人と即近の部,部下の中の敬虔な兵士一人と呼び寄せ全部のことを説明してから彼らを酔っぱへ使わしたその翌日この人たちが旅を続けて町の近くまで来,来た頃ペテロは祈りをするために屋上に登った昼の12時頃であった すると彼は非常に空腹を覚え食事をしたくなったところが食事の用意がされている間に彼はうっとりと夢心地になった見ると天が開けており大きな季布のような入れ物が四隅を吊るされて地上に降りてきたその中には地上のあらゆる種類の四つ足の動物やハウものまた空の鳥などがいた そして彼にペトロ、さあ、ほふって食べなさい。という声が聞こえた。しかし、ペトロは言った。死を、それはできません。私はまだ一度も清くないものや、汚れたものを食べたことがありません。すると、再び声があった。彼にこう言った。神が清めたものを清くないと言ってはならない。こんなことが3回あってのうち、その入れ物はすぐに天に引き上げられた。 ペテロが今見た幻は一体どういうことだろうと思いまどっているとちょうどその時コルネリオーから使わされた人たちがシモンの家を訪ね当て,ててその門口に立っていたそして声をかけてペテロと呼ばれるシモンという人がここに泊まっているだろうかと尋ねていたペテロが幻について思い巡らしている時御霊が彼にこう言われた「皆さん 三人の人があなたを訪ねてきています。さあ、下に降りて行って、ためらわずに彼と一緒に行きなさい。彼を使わしたのは私です。そこで、ペテロはその人たちのところへ降りて行って、こう言った。あなた方の訪ねているペテロは私です。どんなご用でおいでになったのですか。すると彼らはこう言った。 百人隊長コルネリオという正しい人で神を恐れかしこみユデアの全,全国民に評判の良い人があなたを自分の家にお招きして,きしてあなたからお話を聞くようにと聖なる見つかりによって示されましたそれでペテロは彼らを中に入れて泊まらせたあくる日ペテロは立って彼らと一緒に出かけたヨッパの兄弟たちも数人同行した その翌日、彼らはカイザリアに着いた。コルネリオは親族や親しい友人たちを呼び集め、彼らを待っていた。ペトロが着くと、コルネリオは出迎えて、彼の足元に切れ伏して拝んだ。すると、ペトロは彼を起こして、お立ちなさい。私も一人の人間ですと言った。それから、コルネリオと言葉を交わしながら家に入り、多くの人が集まっているのを見て、 彼にこう言ったご承知の通りユダヤ人が外国人の仲間に入ったり訪問したりするのは立法にかなわないことですところが神は私にどんな人のことでも記憶ないとか汚れているとか言ってはならないことを示してくださいましたそれでお迎えを受けた時ため,た,めわらためらわずに来たのですそこでお尋ねしますが あなた方は一体どういうわけで私をお招きになったのですかするとコルネリオがこう言った4日前のこの時刻に私が,が家で午後3時の祈りをし,、えー、しているとどうでしょう輝いた衣を着た人が私の前に立ってこう言いましたコルネリオあなたの祈りは聞,聞き入れられあなたの施しは神の前に覚えられている それで酔っぱに人をやってシモンを招きなさい彼の名はペテロとも呼ばれているこの人は運辺にある川ラメ市のシモンの家に泊まっているそれで私はすぐあなたのところへ人を送ったのですがよくおいでくださいました今私たちは主があなたにお命じになったすべてのことを伺おうとして皆神の見前に出ておりますそこでペテロは口を開いてこう言った これで私は私ははっきり分かりました。神は偏ったことをなさらず、どの国の人であっても、神を恐れかしこみ、正義を行う人なら、神に受け入れられるのです。神はイエス・キリストによって平和を述べ伝え、イスラエルの子孫に御言葉をお送りになりました。このイエス・キリストはすべての人の主です。あなた方はヨハネが述べ伝えたバブテスマの後、 ガリラヤから始まってユダヤ全土に起こった事柄をよくご存知ですそれはナザレのイエスのことです神はこの方に精霊と力を注がれましたこのイエスは神が共におられたので巡り歩いて良い技を成しまた悪魔にせ,せられているすべてのものを癒されました私たちはイエスがユダヤ人の地とエルサラムとで行われたすべてのことの承認です 人々はこの方を木にかけて殺しました。しかし、神はこのイエスを3日目によみがえらせ、えー、現させてくださいました。しかし、それはすべての人々にではなく、神によって前もって選ばれた証人である私たちにです。私たちはイエスが死者の中からよみがえられて後、ご一緒に食事をしました。イエスは私たちに命じて、このイエスこそ生きているものと死んだものとの 裁き主として神によって定められた方であることを人々に述べ伝えその証しをするように,に言われたのですイエスについては預言者も皆その方を信じる者は誰でもその名によって罪の許しを受けれられると受けれられると証ししていますペテロがなおもこれらの言葉を話し続けている時 御言葉に耳を傾けていた全ての人々に精霊がお下りになった。割礼を受けている信者でペテルと一緒に来た人たちは、幼児にも精霊のたまものが注が,注がれたので驚いた。彼らが威厳を話し、神を賛美するのを聞いたからである。そこでペテロはこう言った。この人たちは私,私たちと同じように精霊を受けたのですから。 一体誰が水を差し止めてこの人たちにバプテスマを受けさせないようにすることができましょうかそしてイエス・キリストの皆によってバプテスマを受けるように彼らに命じた彼らはペトロに,数,に数日間滞在するように願った感謝いたします人の働きの実証でしたこの。 聖書の御言葉をあなたの心に、魂に、この聖書をあなたのもとに、マスターとの聖書一日一章でした。このマスターとの,の YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタン等よろしくお願いいたします。また聖書を学びたいというお友達も募集してますので、よろしくお願いいたします。次回の聖書一日一章、人の働きでお会いいたしましょう。マスターとした終了です。パシコンプレジュー、シャロム、シャロム、シャロム。